NHK 有馬義夫が降板。本日 NHK の正垣放送総局長が記者会見にいて、ニュースウォッチ9の有馬義夫キャスターを交代させると発表しました。正垣放送総局長は、誰かに何か言われたから、どうだということは一切ないとして、外部からの圧力で、 有馬さんを交代させたとの指摘を否定しておりますが、この有馬さん、ニュースウォッチ内の,の中での問題発言で何度も批判されている方であり、NHK にはこういった報道番組において、放送法違反の変更報道が 指摘されるような発言を出演者が行わないようにしっかりと管理していただいて国民の皆様が必要とする情報を客観的に正確に報道する努力を今後も行っていただくようお願いいたします以上になります ご清聴いただきありがとうございました。